はい、こんにちは。純米酒専門屋新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日は極めて、特別な一本ということでですね、七軒をご紹介したいと思うんですけども、皆さん七軒はね、結構飲まれてるんではないかなと思います。で、七軒と言いますと、ビロードの味とかですね、そういった形で普通にこう純米吟醸、純米大吟醸、そして純米酒という形で、定番化された商品があるんですけども、こちらの七軒はですね、大中屋と言いまして、見えますか、ここに大中屋と書いてあります。そこの純米大吟醸なんですね。七軒のシリーズの中では最高峰と言っていいお酒なんですけども、もともと七軒はですね、信州長野県の高遠に、蔵があったんですね。で、北原家という、実はですね、うちの親族にも北原さんという方がいらっしゃるんですけども、高遠ですね。で、その辺には北原さんという姓が非常に多いんですが、で、その北原家から分家してですね、中谷二平さんという方が、白州ですね、現在のこちら山梨県の北杜市になりますけども、サントリーの白州でもね、よく知られておるかと思います。そこの水の良さに惚れ込んで、今の土地にね、移り住んだわけですね。で、そこで酒蔵をしていると。で、そこの中谷伊平さんから取ったのが大中屋ということで、農業法人もね、立ち上げられております。で、今回七軒はですね、普段は夢山水ですとか、地元のお米を使うことが多いんですけども、今回に関してはですね、山田錦を使用しておりまして、精米部位は 37% という非常にこう贅沢な作りになっております。で、実は私これ飲むのね、実は私も初めてでして、ちょっとなかなか手が出ない高級酒なのではい、初めてですね。ただこれがね、お店に入ってきたということで、皆さんもね、お楽しみいただけるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとこちらを届くのにね、少しだけ時間がかかると思います。はい、ではいただきたいと思います。精米 37% の、お酒なんてなかなか飲めませんので、はい、じゃあ七軒の大中屋、私も初めていただきたいと思います。はい、やはりこうね、結構こう純米大吟醸らしい華やかな香りがね、伝わってきます。期待の持てる香りですね。これはね、非常にこう贅沢で美味しいお酒ですね。口当たりに甘みがあるんですけども、非常にこうみずみずしいですね。ちょっとこうジューシーな感じといいますか、甘みと酸がですね、バランスよく口の中で広がってくれます。口当たりもね、非常にこう柔らかいですね。ちょっとこうね、なんといいますか、和三盆のような甘みがね、口の中に広がっていくようなイメージですけども、その後の酸によってですね、非常にこうキレも良くなっております。七軒の水の良さを感じるのは、味がしっかりあるんですけども、後口のキレが非常にいいんですね。これはやはりこうちょっとなかなか他のね、蔵元さんにも出せないんじゃないかというね、キレの良さなんですが、味があるけどスッとね、切れてくれるというね、そういったお酒が多いですね。はい、これはもうぜひ皆さん飲んで楽しめていただきたいなと思うんですけども、七軒のこちらの純米大吟醸の大中屋なんですけど、化粧箱入りの、商品も売ってますので、よければ贈り物とかに、されるときは化粧箱付きで贈られると、喜ばれるのではないかなと思います。日本酒これから飲もうかなという方ですとか、ちょっと普段ね、七軒飲んでるけど大中屋を知らないという方も多いと思いますので、こちらのお酒ね、おすすめしたいと思います。はい、というわけで本日はですね、七軒のご紹介ということで、ご視聴どうもありがとうございました。